岐阜県の戦国時代を解説。時、斉藤、小田の大名がいるのに地味なのは徳川のせい？岐阜県はちょうど日本の中心に位置し、日本のへそと呼ばれます。古くから東西日本をつなぐ文化の大通りであり、壬申の乱や小牧長久手の戦い、関ヶ原の戦いなど日本の歴史を動かす大戦争の舞台となり、織田信長が天下布武を唱えた土地です。しかしそんな岐阜県も歴史と言われると隣の愛知県と混同され、ぼんやりした感じに。そこで今回は岐阜県の戦国時代を中心に廃藩置県までを解説します。およそ3万年前から人々が住んだ岐阜。岐阜県域には約3万年前の後期旧石器時代に人が住み始め、濃尾平や北平郡の段丘城や大地に人々の生活の痕跡が残されています。代表的な旧石器時代の遺跡には日野遺跡、寺田遺跡、椿洞遺跡などがあります。これらの遺跡からは石を割ってできる白片でできたナイフ型石器や錯器、戦闘機や調理に使用した瓦石のような礫群や加工跡がある木片など生活用具が確認されました。貧しい飛騨と豊かな美濃で構成された岐阜。岐阜県は岐阜県南部にあたる美濃地方と北部にあたる飛騨地方で構成されています。特に美濃地域は西濃、岐阜、中濃地域のほとんどと、東濃地域北部と飛騨南部を流れる木曽川や鵜飼で有名な長良川、揖斐川、庄内川、矢作川と水にも恵まれ、濃尾平野の土壌が肥えた土地で国力が高く、早くから東国との境界である不破関が設けられました。岐阜地域を地盤とする古代豪族は経済的政治的に大きな勢力を持ち、中濃の無月氏などの豪族は奈良初期の壬申の乱において大天の皇子について戦い、天武天皇の即位に重要な役割を果たします。奈良から平安にかけて同じ東山道に属した隣国の飛騨の国が山だらけの地形であることから格付けで下国とされたのに対し、美濃は一等国の上国にランク付けされ、華やかな仏教文化が栄えました。実際に美濃の石高が54万石であるのに対し、飛騨は3万8000石と10分の1以下であり、経済的な繁栄では美濃が飛騨地域を上回っています。平安末期には郡上長滝の天台宗白山長滝寺が山岳信仰の中心となり、多くの僧兵を抱え、美濃や飛騨に荘園を経営する一大政治勢力に発展します。美濃源氏から時氏が登場。岐阜県は河内源氏にもゆかりが深い土地です。平安時代中期に源光仲が河内の国坪井に本拠地を置いて河内源氏を起こした時、三中の嫡男である源の頼光と頼国親子は美濃の神を受領し、摂津源氏を起こしました。頼光の孫の源の頼綱は忠源氏を名乗り、頼綱の弟である源の国房と三男国直の子孫から美濃源氏が派生します。国房の子である光国は源の義家の弟の源の義綱一族追討事件で孫にあたる源の為義と共に追討の任にあたり、その手柄で光国の子光信が鳥羽法皇に取り立てを受けて北面武士となります。その後光信の地位は弟の光康が引き継ぎ、保元の乱では後白河天皇方について勝利、平治の乱では二条天皇側について新勢を打つ太鼓を挙げます。しかし永暦元年1160年に後白河院の命を狙ったという罪状で誅殺されました。光康の子である源の光長は治承4年1180年治承寿永の乱で美濃源氏を率いて反平家を掲げ挙兵します。平家は平重衡が盛り返し、美濃源氏との戦いは一進一退になりますが、北陸道を拠点にする源義仲が栗から峠で平維盛を破ると形勢が逆転しました。光長は義仲に従い上洛を果たしますが、義仲と後白河法皇が不仲になると後白河法皇に味方して法十字合戦で忠源氏や尾張源氏と共に奮戦し戦死します。源光平が頼朝に仕えて御家人となり時氏を開く。光長の子の光平は
鎌倉幕府の成立に伴い源頼朝に仕えて御家人となります。承久3年1221年の承久の乱では美濃の須俣が主戦場となり光平も出陣しますが、弟の光時は時宝願台として後鳥羽上皇についていたようです。光平の子の光貞は鎌倉幕府九代執権北条貞時の娘を妻とするなど有力御家人だった様子がうかがえます。北条氏が時氏を重んじた理由としては、美濃は源頼綱の一族ばかりではなく多くの美濃源氏や忠源氏が土着していたことがあります。このような美濃源氏及び河内源氏は鎌倉幕府の重鎮となった時氏を中心に桔梗一揆と呼ばれる武士団を形成し、鎌倉幕府も時氏を頼りにしたようです。美濃、伊勢、尾張三カ国の守護になる。嘉元3年1305年、光貞の子の蜂谷貞親が北条時村襲撃事件に関与して処刑されます。幸い兄の頼貞には類が及ばず、以後は頼貞の家系が時氏の嫡流となりました。命拾いした時頼貞は元寇元年1331年に足利尊氏と新田義貞の挙兵で尊氏に味方します。その後の南北朝の騒乱でも頼貞は尊氏と共に転戦して武功を挙げ、美濃守護に任じられ足利将軍家を支える有力な武士団に成長しました。時氏は頼貞の孫頼康の時代に尊氏義明らに味方し、本拠地である美濃以外にも尾張と伊勢の守護職を兼任する大大名になり最盛期を迎えました。伊布氏を繁栄させた時氏。美濃国内においては頼康は叔父が新築した長森城が手狭であるとして同じ渥美郡内に川手城を築きます。以来川手城は室町期を通じて13代頼宣に至るまで時宗家の居城となりました。現在の岐阜市にあった川手城下には町が形成され、商人や職人が移り住み京都に次ぐにぎわいを見せたそうです。足利義満の謀略で時氏は二分し領地も削減。しかし将軍権力が弱い室町幕府は強大な守護の勢力を削る手法をたびたび取っていました。特に三代将軍足利義満は幕府権力の強化のために容赦がない守護いじめを開始し、山梨や今川氏も毒牙を免れませんでした。義満は時氏の勢力削減にも乗り出し、頼康死後に家督を継いだ時康行に対し美濃と伊勢の領有しか認めませんでした。そして宙に浮いた尾張については康行の弟の光貞に相続させ、兄弟間の憎しみを煽ります。時康行はこの仕打ちに我慢できず、義満の思うつぼに時康行の乱を起こして敗北。美濃守護職は康行の叔父の頼忠に与えられ、伊勢守護職も煮月氏に与えられます。こうして時氏は頼忠の系統へ移り、伊勢守護を失い美濃一国から再スタートしました。しかし土地を失った康行は逆に奮起し、明徳の乱で幕府方に参戦して手柄を立て伊勢守護に復帰します。この伊勢の国を継承した康行の系統は時与康家と呼ばれ、美濃守護を相続した頼忠の系統は時西池田氏と呼ばれます。一方美濃守護を相続した光貞は卑怯な振る舞いがあったとして尾張守護を解任となり没落。尾張守護は芝氏に奪われました。義満の思惑で時代康氏と分裂し領地が美濃一国となった時氏ですが、頼忠の子の頼政は優れた武将でたびたび戦功を立て、幕府七党の一家として兵亭衆に列し、侍所別当として幕閣の重鎮となります。美濃で守護代斎藤氏と富島氏が構想。新たに美濃守護となった頼忠ですが、多くの家臣が時代康家に流れていった事情から外様の富島氏と斎藤氏を守護代として重用します。しかし頼政の子持政の時代になると富島氏と斎藤氏の争いが美濃全土を巻き込む内乱、美濃錯乱へ発展しました。内乱は斎藤氏が勝利し守護代を単独で継承して美濃の実権を握り、持政は隠居に追い込まれ、斎藤利長が擁立する所流の成頼が守護となります。応仁の乱が起きると成頼は西軍に参加して京都に向かい、美濃は斎藤氏の独壇場となりました。斎藤明珍が活躍し時氏はお飾りに。
特に斎藤利長の弟斎藤明珍が活躍し、美濃の東軍方の富島氏を駆逐した上に、公家の荘園や国衙領を盛んに横領して国内を制圧。尾張、伊勢、近江、飛騨まで勢力を伸ばし、越前の朝倉孝景と共にこの時代の下克上の代表として有名になります。しかし明珍が文明12年1480年に死ぬと、守護代斎藤家の家督争いと守護成頼の後継者問題が重なり、文明美濃の乱が勃発。それぞれが隣国の守護や守護代の加勢を頼んだせいで、国内は近江の京極、尾張の織田、越前の朝倉氏の介入を受けてぐちゃぐちゃになります。松氏の元頼を担いだ成頼は敗北して強制隠居に追い込まれ、敗着された時政房が守護となりました。美濃のマムシ斎藤道三が台頭。ところが兄弟間の相続争いで苦労して守護になった時政房も、再び嫡男の頼武を差し置いて次男の頼徳に家督を継がせようとし、後継者争いが再燃します。この戦いでは越前朝倉氏の援護を受けた頼武が勝利し、永正16年1519年に守護に就任しました。美濃守護代は斎藤明珍の弟の斎藤明純が継ぎますが、斎藤氏所流の永井長広とその家臣の松波正五郎が頭角を現し、享禄3年1530年に頼武を追放し、頼徳を迎え入れます。そして松波正五郎の子永井徳秀が斎藤家を継ぎ、斎藤利政と名を改めました。やがて利政は出家し、戦国の共有として名高い斎藤道三を名乗ります。力を蓄えた道三にはすでに時頼徳もいらなくなっていて、天文21年1552年頃に追放、美濃時氏は没落します。道三の政治は残酷で強権的だったようで、時国人は息子の斎藤義達を担いで道三に背きました。こうして長良川の戦いで道三を殺した義達は、当初は頼徳の楽院を名乗りますが、やがて室町幕府に接近して頼高い四式の一式氏を名乗ります。ともあれ、こうして鎌倉時代より桔梗一揆で勢力を維持してきた時氏は、美濃から勢力を消すことになりました。本日の岐阜県の戦国時代を解説、時、斎藤、織田の大名がいるのに地味なのは徳川のせい？はここまで。続きは続編の動画にて。最後までご視聴ありがとうございます。今回のほのぼの日本史はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからもほのぼの日本史をよろしくお願いします。